忍耐力のつけ方を教えてください。精神科医カバサーションのカバチャンネル。忍耐力、我慢する、根気強くなる。まあ、なかなか根気強くなれない人が世の中多いと思うんですけども、今より根気強く、忍耐強く、いろんなことができればいいなと思う人は多いと思います。じゃあどうやって忍耐力をつけていくのかっていうことですけど、忍耐力っていうのはですね、主に子どもの頃の経験で決まるんですね。幼少期、子どもの頃に我慢するような体験が多ければ、忍耐力が自然とついてるし、甘やかされて育てれば忍耐力っていうのは育たないですね。大人になってから忍耐力つけるっていうのは一朝一夕ではいかないんですけども、困難なことに挑戦していくしかないですよね。そうは言っても、忍耐がない人が困難なことに挑戦しても、またそこで挫折するから忍耐力つかないだろうって話になってまいります。そこでちょっとだけいいコツをお伝えしたいと思うんですけども、忍耐する、我慢するっていう時にですね、重要になってくるのは、今自分がどこにいるのかが分かるとですね、このすごく気分が楽になるという法則があるんですね。逆に今自分がどこにいるか分からないと不安になるということがあります。例えばうつ病の患者さんで必ず言うのは、なかなかうつ病が治りませんと。このまま永久に治らないんじゃないですかというふうに言う方が多いんですね。でもその方、実際はあと数ヶ月後に治ってたりするんですね。私は医者の立場で見てるから、その患者さんが今うつ病の真ん中辺にいるとか、治ってる時期にいるっていうのが分かるので、それを患者さんにお伝えすることで安心してもらいながら、もう半分ぐらいまで来てるんだったら大丈夫かっていうことで、残りの数ヶ月を頑張って忍耐してもらうわけですね。マラソンですね。マラソンをイメージしてみてください。マラソンって何キロ地点っていうのがもう細かく表示されてますし、10キロ、20キロと大きい時はこう弾幕でなってるし、給水地点が何キロとか全部書いてあって、今自分がどこの地点を走ってるかがすごく分かるようになってるんですね。もしこれが途中そういうものが一切なくてゴールしかなかったらどうですかね。多分辛くて走れないと思うんですね。今自分が何キロ地点を走ってるのか分からないってなると、人間の辛さっていうのは何倍にもなってくるんですよ。そういうことですね。ですから皆さんが今何かに直面している、例えば何か難しい仕事を与えられてやっているとしたならですね、それが全体の仕事の工程の中でどのぐらいのところまで来ているのか、残りどれだけのことをやればいいのかっていう、全体の、マラソンでいうとコースの下見とかね、どういうふうに走っているかっていうのを事前に研究すると思うんですけども、そういう全体像をつかんで、自分が今どこにいる、辺にいるのかっていうことを正しく把握してると、残りこれだけ頑張ればいいんだってことが具体的に見えてくるので、非常に我慢しやすくなるというか、客観的に辛抱できるんですね。人間が一番つらいのはゴールが見えないってことなんですよ。あとどれだけ走ればゴールにつくのかわからないっていう状態が一番つらい状態で、我慢できなくなってしまうんですね。残りこれだけの距離しかありませんって言われると、人間は猛烈にパワーを発揮できるものですから、今自分がその長い道の中でどこを走っているのか、そして残りの距離がどれだけなのかっていうことがね、分かるだけですごく忍耐しやすくなると思いますので、そういう発想法っていうのをね、ちょっと身につけてみたらどうかなと思います。精神医学、心理学を分かりやすくお伝えする、精神科医樺沢志音のカバチャンネル。次回見逃さないためにも、赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。